おはようございます、中地です。今日は、静岡県の東浜湖に来てます。今回はジャッカルのトラウトのブランドであるティモンのルアーを使ってトラウトを狙いたいと思います。そして今回、先生に、スーパー高校生杉山大吾くん、ティモンでサポートしている杉山大吾くんに来ていただきました。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。なんか若いですねどうですか東山湖。そうですね、はい、最近水温も下がってきてですね、はい、いつもの本来の釣りの東山湖になってきてます。なってきてる。それでそうですね、で今日は、まあ、いろんなルアー、はい、スプーンとクランクを使い分けて、はい、釣っていけたらなと思ってます。おお、そうっすか、はい、なんかこう痛いけな少年ですけど、実はねすごいダブルマイスター。そうです、ダブルマイスターってすごいらしいです。ありがとうございますいやじゃあ今回僕ね初心者なんで、はい、大吾くんにいろいろ教えていただいて、はい、ちょっとトラウトやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。はい、位置から教えてください。そうですね、まず、はい、まず、はい、1.6g ティアロ、 1.6g ティアロ、はい、僕も一緒。一緒です、多分一緒です。はい、はい、で最初はですね、はい、基本は投げてもらって表層からやってください。はい、見てからやろう。最初はカウントダウンしないで、そのまま普通に巻いていくんだ。はい、うん、僕もやってみる。どれぐらいこんなもん。ドラは結構緩めでいいですよ。でかかったら調整する感じで、ガーッとったら合わす感じ。そうです、合わせてください。サウス上げて、はい、て来なかったら、はい、カウント2ぐらいずつ落としててください。あー、レンジを下げていくんよ、はい、するぞ。何今の、誰投げたの。1,2 でやんね、また同じ感じで、はい、でそのライン、ピップとラインっていうのをこう一直線上にしといた方がいいって感じ。本当はちょっと自分はか角度つけてるんですけど、はいはいはい、リトリーブスピードはこんな感じでいい。はい、いいですよ、いい感じです。とりあえず最初様子を見たいんで、うん、遠投してください、できるだけ、はい。今6カウントにしました。はい、よう見たら結構泳いでる。あ、その池の中でも結構そういう風な、はい、ありますね、いい場が。お、当たりましたね。乗ったのに一瞬乗りましたね。うわ、今の惜しいな。東山湖初バイトすごくここ富士山も来た、来ました。お、来たよ。何何どうします。あ、なんか違う、さっきのやつ。おー、来た、イエーイ。なんとか何、ブルックトラウト。ブルックトラウト、すごいね。これ何で、ティアロ。ティアロ 1.6g。綺麗だね。綺麗ですね、うん、え、今のこうカウントダウンして巻いてきたら。そうですね、ボトムまで一回つけて巻いてきたら来ました。まず投げてもらってそこまでつけます。そこまでつけてゆっくり巻いてきたら、まあボトム付近ですよね。ボトムスレスレで当たりがあったんで、多分いつきのブルックトラウトじゃないかなと思う。確かブルックトラウトは結構地形につくから。そうですね、そうそうそう、繊細な感じが面白い。結構お、今いい当たりしましたね。え、バレた。マジですか。今ラインめっちゃ走りましたね。うわ、もったいない。今ちょっと大吾くん早く巻いてるなと思って早く巻いたら一発で来た。俺遅すぎたね。でも合わせいい感じですよ。ほんまに。はい。あ、当たったのに今。ラインポコンって。
今みたいな感じ。そうです、うん、おー来た来た。これ何これ何。ニジマスです。見て描いてみて。よいしょ。イエーイ、来ましたね。すぐ来た。これ僕もティアロ。ティアロ 1.6g。 おー来ました、綺麗。これニジマスです。ニジマスです。ちょっと東山の方が冷たいですね。結構今足元まで引いて、はい、なんかちょっと分かってきましたね。これからする。これじゃもうこのままリリース。はい、はい、あでリリーサー、あリリーサー、リリーサー、そうですね。ありますよ、ありますよ。大会で重要になるのが、はい、手返しになるんですよ。はい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 。でそういう時にリリーサーっていうものを使うんですけど。これこれ。そうです。これどうやって使うの。本当はですね、ネットから出した方がいいんですよ。ネットから出してもらって水につけちゃって、はい、水につけちゃっていいです。はい、でですね、はい、まずリリーサーをラインにかけてください。そうです。かけたら、うん、で下まで下ろしてもらって、はい、こういうこと。そうです。これで、それでロッドを前に出してもらってリリーサーを引いてください。はい、外れます。簡単です。すごいね。はい。すごいこれ。すごい。ちょっともう一回ちょっとリリースしたくなってきた。そうね。こうちょっていう合わせで乗ったらものすごく気持ちいいね。そうですね。うん、けどそういうあたりはやっぱあんま乗る確率は低いです。そうなんや、はい、で例えばこうちっちゃいあたりがプリプリって来たとしたら、はい、それ合わせた方がいいのね。いや合わせないですね。待っといた方がいいんや。待ってますね。ただ巻きずっとしてます。なんである程度こうテンションかかってくるまで。そうそうです、いい当たりが出るまで。はいはいはい。そっからめっちゃ好感度でバシバシ合わせてたの。ゴミ拾ってんな、またちょっとルアーチェンジしますね。うん、チェンジ、チェンジします。そのなんかチェンジのコツみたいなのあんの。そうですね、まあ大会だったら最初やっぱ赤金が釣れるんですよ。あそうなん、基本は赤金、はい、基本は赤金。そっからやっぱ釣れなくなってくるんで、そしたらだんだん地味な色に変えてきます。あ徐々に。すごいカラーローテーションがやっぱ重要なんや。重要ですね。どっちかっていうとそのウェイトのローテーションっていうのは距離とかそんな感じ。まあ距離と棚を変えることです。何色、何色。これはヨネスティグリーン、うん、ブラウン。さっきグリーンだった。ちょっと地味な色に変えました。ちょっとわかりやすいリリーサーやってまずかけて、はい、いける。でルアーのとこまで持ってきます、針のとこまで、うん、はいはいはい、でロッドを下げてもらって、はい、リリーサーを引く。おお、そしたら外れる。簡単に外れる。素敵素敵。自分も変えてみよう。自分一番最初にどこ行っても投げるのが 1.6g なんですけど、まあ、自分的にはパイロットルアー的な感じで使ってます。こっから最初始めてもらって、除去に応じてウエイトを 1.3g にするか 1.9g にするか、いつも変えてますね。それだけたくさんあると芸術的ですね。これめっちゃ派で、めっちゃ派ですね。おー、逆にそういうのも効くんや。効きますね。お、僕方がやってるなぁ。おー、来た。緑来た。来ました、緑。しかもでっかくない？おぉ。ちょ、僕も変えよう。来た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 。おぉ手前。あやらかした。やらかした。すごいピックアップ寸前やった。早い。プロトタイプのティアロス 3.8g です。 3.8? 重たいね。そのなんていうかこう数釣りパターンとビッグフィッシュパターンっていうのはやっぱり存在するんや。ありますね。
やっぱそう、今大悟君がやってる重たいので遠く投げるっていうのはビッグフィッシュパターン。いや、数も釣れますよ。数も釣れるんや、はい、大きいのも来る確率は高いですけどね。結構今見たら足元に割とでっかいやつがおるやん。そうですね。こういったらやっぱ食えへんの。やっぱ綿帽子ついてる。綿帽子って何。なんか白いのついてるんですか。はいはいはい、傷んでるってことね。ちょっとそう元気がないんや。元気がないです。このキャラダブルヒットで持ち込むかな。持ち込めなかった。ナイスタイル。もうどれやピンク。こんな流行ってるやねけど。そうですね。けど今日は少ない方ですよね。そうなんや。はい、ちょっと場所を、ね、はい、変えました。なんで、さっきの場所はですね、はい、ゴミがちょっと、ゴミというか、はいはいはい、葉っぱね、落ち葉です、ね、はい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 、ちょっと待っちゃって引きにくかったんで。ああ、ほんで場所変えたと。場所変えてみました。了解です。はい、じゃあここも同じように。そうですね。はい、はい、分かりました。じゃあちょっとやってみます。はい、はい、まず表層から。いや、もう最初からボトムからやった。ボトムから、はい。結構その最初に活性見たら池全体はその日リタイア。そうですね、同じような感じです。ちょっとじゃあ何、こういう時は、うん、クランクですね。クランクいいね。いきますか。いい、クランク引いて。クランクいいっすよ、多分。クランクやりたい。何、パニクラ。パニクラいいね。スケチャパープル、紫っぽい色が入ってるんですよ、上に。マジョーラか、マジョーラですね、多分。僕ちょっとこのマット系の。まずですね、ファニクラ種類が2タイプあります。MR と DR なんですけど、カラーもいろいろバリエーションがあっていい感じになります。で、動き的には渋った時に効くと言われるそのロール系の動きが入ってます。そのロール系の動きで魚を誘って食わすイールはですね、それでアイがスプーン用のフックがつくように設計しました。中に鱗があります。他のクランクではないようなようにしました。それで光が当たった時にいい感じで反射してギラギラになるようにしました。で、これからもその中塗りとかもいろいろカラー出していくんでよろしくお願いします。